立花ベース in 初台。はい、どうも、立花慎之介です。この立花ベースイン初台は趣味を発信発見していく情報基地番組ということで、今ハマっているもの、過去にハマっていたもの、新しくハマれそうなものを取り上げて、その楽しさを伝えていきますということで、いやもうあっという間に2月も、終わりですね。もう 2月末ということでね、2021年も終わりが見えてきましたけれども、そんな感じで花粉症がねそろそろ出てくるんではないかと思いますけれども、あれでしたよ。最近ね、子供を、うちの娘を、なんだ、内科に連れて行ったんだけど、薬もらうために。そしたら、いわゆるその、ちょうどね、行った日かなんかが、の夕方かなんかに、ファックスが、回ってきて、医者のところに、そろそろコロナのワクチンを打ちますと。要は、そのやつ、次の日から、打ちますみたいなことを言ってて、で、言ってたんだけど、先生が言ってたのは、もうとりあえず、第1波で入ってくる、6000万人分か。あれってもう、使う先が全部決まっちゃって、在庫がない状態なんだけど、第2波が来ないんだって。結局、今やっぱりアメリカとかヨーロッパで、自国のワクチンが足らないのに他国に回すってなんだよって話になって、やっぱあれで争奪戦が起こって、第2弾が若干ね、いつ入ってくるか分かんないかもみたいなこと言われてて、で、医療従事者と、あとその、高齢者に打っていくっていうのが多分徐々に遅れていくだろうから、一般の人、元気な人って、早くても夏終わりか秋口だってですね。もうさ、オリンピック無理じゃん。そんなの。自国民がさ、全員ワクチン打ててねえように他国から人入れるってもはやおかしくねえかと思って。多分、それぐらいに遅れそうかも、ドイツ。けど、やっぱね、アメリカとかああいうやつって、なんかね、大阪かなんかで、治験やってたんだって。日本人向けに。なんか5、600人ぐらいで。で、結果、重篤な副作用の人はいないって話で許可が下りたって言ってたから、そこはなんかね、心配しなくても大丈夫そうですよとは言ってたけど、やっぱり軽微な、なんていうの、倦怠感とか、頭痛とか、その辺は、人によってはやっぱりあるから、先生言ってたのが、でも、まあ頭痛だったらロキソニンになれば治るしねって言って、そういう、もうそういう感じなんすねと思いながら、まあ変だし、まあそれどころじゃないからさ、元気な人だったら、まあね、大したことはないから、それでも打ってほしいねって先生は言ってたけど、やっぱ患者さんは様々だって言ってた。僕はまあ結構、僕は率先して家の中では打とうかなと思っているけど、やっぱり年齢層の高い人だと打ちたくないなとか、ちょっとこう副作用が心配だなみたいな人は結構やっぱり自分の患者さんの中ではいますねみたいなこと言ってて、ああ、なるほどなと思いながら。まあとはいえ、日本でも今どうも作ってるらしいのでね、ワクチンを。まあ、その辺がうまいことを回って、ね、早めに我々一般のね、健康な人たちも打てるようになればいいですけどね。まあそんな感じでね、いよいよ始まった、コロナ事情ですけど、花粉は少ないのはね、ありがたい話ですけど、まあそういう意味で花粉も少なければ、インフルエンザも結局少なかったなっていう、今年はね、話ですかね。まあまあ、とはいえ、まあね、もうちょっとで皆さんワクチン、ね、打つ打たないっていうのね、決断するときに来ると思いますんで、ちょっと皆さんそれまで自分でね、いろいろ考えておきましょうね。はい。ということで、今回もこの際、最後までこの基地でくつろいでいってください。立花ベース in 初台。では、この番組のメインコーナー行ってみましょう。ホビー大作戦 in 初台。趣味に関するあれやこれやをしていくコーナー、今回はこちらをお届けします。陰陽師本格幻想 RPG。
さあというわけで今回はですね、私も万年だけ役で出演しておりますアプリゲーム陰陽師本格幻想 RPG を紹介していこうと思いますが、まあ先日ですね、4周年を記念した公式の生放送生配信、はい、あちらの方で私も出演させていただいてお届けしましたけれども、皆さんご覧いただけましたかねということで、非常に何でしょう、こうグラフィックの綺麗なね、感じの、もう4年も経つのかと思いましたけども、まあもちろんねやってくれてる方もいらっしゃいますし、まだなその知らないよっていう人もねいるかもしれないんで、まあちょっと前回というかその生配信をねお届けしたこともありましてですね、今回メーカーさんの方からも、許可がおりましたんで、ちょっとそちらのね、これを機に一回ちょっとご紹介しようかなと思っておりますんで、まあ実際のゲーム画面ちょっとね、見ながら説明いきましょうかということで、こちらです。さあ今ね、ちらっとこんな感じで出ておりますけれども、こちらのゲームはですね、平安時代を舞台として記憶を失った陰陽師の安倍の生命が式神を、率いて魑魅魍魎と戦いを繰り広げる RPG となっておりますということで、まあ非常にまあもう何でしょう、これその中国発のゲームアプリなんですけれども、やっぱり陰陽師っていうのはね非常に、まあ、中国でも人気ですし、日本人もやっぱり結構昔から、まあ、特に安倍の生命なんか昔からすごい人気なキャラクターというかね、人だったりしますけれども、なので日本人も非常にとっつきやすいゲームなんではないかなと思いますが、これはまあ今もうクオリティをね、これ今あれかな、普通にこれトップ画面ではないんだよね。そうですね、多分そうだよね。トップ画面ってこれどっから行くの？僕もね、これ街中って書いてあるの。僕も、やってみたいなとは思ってはいたんだが、やっぱね、機を逃すと、こういう RPG 系ってなかなかこう、なんかやれずじまいで終わってしまうこともある。これ歩けるんだ。すげえ、杉山さん歩いてる。中の人。あ、ちゃんとこっち向くんだね、これ。へえ、すごい。これなんだ、神楽の夢。なんか入っちゃいけないとこかな。そのなんか上に出ているその点点点とかなってる人が押していくとそのストーリーが進んでいったりとか。なるほどね、はい、これありましたね、なんか街中。あ、すげえ、こうやって移動できるんだ。めちゃくちゃクオリティ高い。面白い。あ、なるほど。ちょっとね、なんだろう、今センセーショナルだったのは奥行きがあるって街に、はい、この感覚って日本のゲームにあんまないかも、うん、街ってアプリゲー横とかさ、うん、その辺はあるんだけど奥に行くんだ。へえ。すげえ、スキンいっぱい打ってる。まあこれね、要はその 3D のあのとかライブ 2D とか、まあ、すごく綺麗なんですけど、いわゆる 2D の絵柄もめっちゃ綺麗だっていうところで、うん、あ、プラスこれでも歩けるんだ、はい、へえ。なんかごめん4年越しでごめん4年越しでって思うぐらい、あ、すごいわこれ。確かにこれクオリティすか。あとなんかあれだね、こうやってさ、この今街歩いてるけど、この街歩いてるとなんか千と千尋を思い出す。ああ、ゆうやの、ゆうやの、そう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 。なんかまあ日本のこの感じだと、なんか神様なのか妖怪なのかがこうやっている感じ、とてもなんかそれを彷彿としますけれども、もう僕こういう感覚好きで、これで戻る。これが多分普通にこれトップ画面です。トップ画面っていうか、その、はい、あれなんだね、ま、そうですね、一番スタートログインしてそこにここに行くってことね、はい、これ多分安倍の生命の、ま、待ち合い所みたいな感じだと思いますけど、ナビとか、あ、ここに書いてあるのか、ナビとかいろいろ。そうですね、それはあれと攻略サイトとかにもすぐ飛べるようになっている。すげえ、至れり尽くさない。同人作品って書いてあるよ、はい、ファンアートとかの方に。本当だ、攻略ウィキとかも全部書いてあるんだね。すごいこれ。何この感じ。へー。
最近これ確かなんだっけ、ネットイースさんだっけ、はい、そうだね、ネットイースさん、僕これ以外に第五人格とかいろいろちょっとこう、うん、お世話になってるゲームが多いんですけども、いややっぱクオリティ高いですね。ちょっと説明していきましょうかね、うん、まあオープニングムービーでも非常にクオリティが高いですよっていうのと、あと今ねちょっと見ていただきましたけれども、キャラクターたちがすごい滑らかに、とても綺麗に、美しいキャラクターね、めちゃめちゃ動くという、あとさっきの街並みとかもね非常に綺麗でしたけれども、でド派手なバトルがあるんですけども、まあ、それも手軽に楽しめるっていうことで、まあ、ライトユーザーの皆さん、女性の皆さんとかでも非常に楽しめるゲームですよと。やっぱちょっとバトル難しいとね、ライトユーザーとか、あとやっぱゲーム慣れてない女性の方って、うーんって思ったりはするんですけど、そこはね、非常によくできてるということですね。では、詳しいゲーム内容について、説明いたしましょう。召喚により手に入れた式神を編成して、ダンジョンを攻略しつつ、ストーリーを進めていくというのが基本になりますと。で、式神はそれぞれいろいろなスキルを持っていて、それを考えながらパーティーを編成していきますということで、ダンジョンによって編成できる式神の数も、式神の数変わるんだ。式神の数も変わってきますよということで、式神には SSR などのレアリティが決められていますが、低レアリティでも強力なスキルを持つ式神がたくさんいて、レアリティイコール強さではないのがこのゲームの面白いところ。あ、そうなんですね。で、あ、プラス好きな式神をとことんめでることもできるということで、まあ、もちろんね、そのレアリティを求めてやる人もいれば、やっぱこう、推しのね、うん、式神だけをこう、育てていくっていう、どちらまで遊べますよっていうことですね。で、また、ダンジョン攻略やストーリー進行により、陰陽師のレベルも上がっていきますということで、ストーリーが進むと、安倍の生命以外の陰陽師も解放される。なるほど。ということは、まあ、普通のね、一般の方でも、その陰陽師知ってるとすると、小野の高村とかね、あの辺がもしかしたら出てくる可能性があるかもしれませんけどね。逆に安倍の生命と小野の高村以外の陰陽師を僕は知りませんけどね。なんかオリジナルのキャラクターの、あ、オリジナル、なるほど。あれ、小田武道さんは陰陽師じゃなかった住職です。あ、住職、あれ住職、あれ住職が今何人ぐらい反応できたのか小田武道さんに何人ぐらい反応できたのかな。プロレスラーですかって言われておかしくない名前でね。小田武道。名前だけ響きだけ。そうそうそう。なんだったら缶オケとか背負ってきながらね。出てくるけどおかしくない感じですけどね。まあ、で、続きまして、ゲームの進め方はですね、普段はソロでストーリーを進めつつ、式神を育成していくというのが、まあ、大きな流れで、覚醒させてより強力な式神にしたり、スキンを獲得して見た目をカスタマイズすることもできますよ。さっきちょっとね、スキン街中で見ましたけども、ああいうのもできますよってことですね。で、式神に装備させて能力をアップできる、これは御霊でいいのかな？御霊というシステムもありますと。だから、式神をレベルアップするだけじゃなくて、まあ、この御霊という、まあ、武器なのか防具なのか、なんかね、能力、アイテムですけど、それをこう装備させることもできますよということですね。で、その他、ムービー中にコメントを送れるのも面白い。そうなんですよ。これどういうことですか？なんか、ストーリーを進めていくと、合間合間に、うん、なんかその、ちょっとしたショートムービーみたいなのが入るんですけど、ほう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 、そこに、コメント欄を打てるそのスペースと、あと、弾幕っていうボタンがありまして、そこにコメントを打って、で弾幕っていうところをパッて押すと、うん、その自分のコメントがそのムービー上でビャーって流れて、へー、はい、でそこで、他のプレイヤーとかがそのシーンを見た時に、うん、そのコメント打ったコメントとかが共有されて、みんなでこうそのムービーを見た時の感覚になれるっていう。なるほど。ムービーは自分のものではなくて、そのコメントとか共有されるっていうことなんだね。そうですね。だから皆さんそのコメントの時に打ったのがバババって一緒に流れてきて、ああ、ちょっとそれを感覚新しいかもね、うん、緩やかななんかこうオンライン感というか、うん、そうだね、面白いですね。で、あとは自慢の式神を編成して他のプレイヤーとバトルできる、なんと PVP 要素、はい、最強闘技という PVP モードもあります。これマジ至れり尽くせりだなそう、こういうRPG 系ってやっぱりこう、なんだろうね、ゲーム慣れしてる人とかヘビーユーザーとか効率中の人ってストーリーが進まないじゃない。やっぱある程度その作る期間があるから、でやれるとこまでやりきった後ってそのストーリーしかないゲームだともうやることなくなっちゃって次のゲーム行っちゃうんだよね。だそれをそのなんていうの、回避
するために PVP、 もうメインストーリー終わったらあと対人戦で遊んでくださいと、うん、いい、これいいですよ、僕重要ですPVP 要素は僕の中でも重要ですよ、それでということですんで、まあ、ちょっと皆さんはざっくりですが分かっていただけましたでしょうかという感じなんですが、本当にライト、もうバトルも簡単ですし、あと綺麗なね、こうキャラクターが動いたり、あとさっき見ましたけども、こう二重だったり、あと挿絵だったり、まあいろんな、そうね、 2D の絵も非常に綺麗ですからね、その辺も見ていただきたいなと。で、一人で遊べますし、やりきったら PVP で、対戦とかもできますよということなんでね、とても一度もしよろしければやってみていただければ。式神の数とかも多分相当増えてんじゃねえのか。そうですね、まあ、これちょっとね、今このアカウントはクライアントさんの方にちょっとお借りしているやつなんで、めっちゃ強い感じのあれですけど、これパーティーってどこで見れるんだろう。編成ができるのがですね、いや、どれぐらいいんのかな。図鑑とかで見れます。図鑑、その右下の、門松みたいなところ、あ、これか、あ、図鑑、はい、式神図鑑、ほんだ、式神図鑑、お、へえ、へえ、あ、スキンとかもいろいろ、さすが低レアリティの、式神とかでも、もう見た目がめちゃくちゃクオリティ高いんで。そうなんだね。はい、結構、知らぬいとか、背景がでかいからキャラ小さいんだが。そうなんですよ。あ、結構スキンで大胆に変わるんだ。はい、面白い。なので、その、レアリティ低くても、あ、その好きなキャラクター、ハマったキャラクターはもとことん突き詰められる。確かに。あ、これでも、なるほどね。でスキルもまあ3つぐらい、だいたい3つぐらい回していくので、うん、 そうだね、そんなにこう入り組んでるわけでもないので、でそのスキルによってはその低レアリティでもこのワンチャンがっつり強い敵とかにも絡めるので、あ、もうとことん推しの式そうだね、めでることができるという。なるほど、これはちょっと皆さんぜひ推し探してやってみていただきたいですね、うん、万年だけが強いのかどうかっていうのはちょっと分かりませんけどねそういう意味でね、うん、やっぱまあ強いキャラ、弱いキャラ、弱いキャラっていうか、その特徴のあるキャラっていうのかな、そうですね、うん、多分その弱いっていうのはさっき言った感じだと多分なくて、うん、使い方によっていろいろ編成によって多分強いっていう話になると思いますんでね、ぜひそこもちょっとね、やってみていただければなと思います。ということで前半戦はここまで、この後の後半戦はインターネットラジオステーション温泉とニコニコチャンネルおとこいの会員限定でお送りします。ぜひ登録の方お願いいたしますよ。ということで後半戦はちょっといろいろプレイしていこうかなと思ってますんで、ぜひ皆さんそれをお楽しみに。ということでこの番組では皆さんからの投稿の方お待ちしております。メールの宛先は tsbase@onsen.agtsbase@onsen.agです。メールフォームからも投稿が可能です。よろしくお願いします。というわけで以上、ホビー大作戦 in 初代前半戦でした。